ハイルブロンの警官殺害現場。追悼の名番が設置されている。ハイルブロンの怪人とは1993年から2008年にかけてドイツをはじめヨーロッパ各地で起きた殺害事件を含む40件の犯罪現場での DNA 採取で検出された同一の DNA から推定された架空の犯人。その実態から系統誤差の例に挙げられることがある。 2007年の5月25日にドイツのバーデンビュルテンベルク州ハイルブロン市で警官殺傷事件が起こった。道端に止まっていたパトカーの中で警官2人が頭を撃たれて横たわっているのを通行人が発見した。うち22歳の女性警官は死亡しており、同僚の男性警官は命を取り留めたものの重い、障害が残った。現場からは手錠や拳銃が奪われていた。 この事件の捜査中、現場で採取された DNA が、ドイツ各地の殺人、強盗、薬物取引の現場でも続々と発見され、フランスやオーストリアでも、この DNA が検出されたため、国際的な連続殺人事件とみなされるようになった。さらに1993年に起こった殺人事件の DNA 鑑定を2001年に、 実施した結果も、この DNA に一致していたことが判明し、この人物が長期にわたって犯行を重ねていることが分かった。当時の警察発表によると、犯人は女性である可能性が高く、ミトコンドリア DNA の分析では、東欧やロシアなどの出身者に多い特徴が見られた。これらから、東欧の犯罪組織との関係や麻薬取引にも関わっているとも、 数うこを操ると思われるともされていた。2009年1月、警察はこの顔のない女、ハイルブロンの怪人に30万ユーロの懸賞金をかけ、犯人逮捕に全力を挙げた。事件が全ヨーロッパ規模の事件となり、ハイルブロン警察にあった駐車場事件特別捜査本部の職員に過大な負荷がかかるようになったことから、2009年2月11日に捜査本部は、 バーデンビュルテンベルク州刑事局に移行され、捜査体制が州レベルに格上げされた。しかし、2009年2月以降になって、明らかに辻褄の合わない事例が続出するようになった。2007年7月にザールブリュッケンで少年が窃盗目的で学校に侵入した事件が起こった。2009年3月、この事件に関する DNA 鑑定を行ってみたところ、少年らが 現場に残した清涼飲料水の缶から、ハイルブロンの怪人の DNA が検出されるという出来事が起こった。同じ3月に、フランスで難民の男性の少子体を DNA 鑑定した際にも、ハイルブロンの怪人の DNA が検出された。そのため、捜査当局が改めて調べ直してみたところ、2009年3月27日になって、問題の DNA は、 捜査に使用する綿棒を納入していた業者の従業員のものであり、一連の事件とは何の関わりもないことが判明した。ハイルブロンの怪人の DNA を検出した各国の捜査機関が使っていた綿棒はすべてバイエルン州にある同じ工場から出荷されたものだった。この工場では東欧出身の女性を多く雇っており、綿棒を包装する工程は すでに行われていたため、綿棒には捜査前から従業員の DNA が付着した状態であった。警察は、すべての捜査をやり直すと表明、事件は振り出しに戻った。ドイツの新聞フランクフルター・アルゲマイネは、この出来事について、戦後のドイツ警察の歴史で最も遅末と、批判している。旧登録ツビッカウで、国家社会主義地下組織が使用していた住宅。 メンバーの男性二人の自殺直後、残った女性メンバーが証拠隠密のために爆破した。ここから、ハイルブロンの警官の手錠や移民連続殺人を面白おかしく解説した DVD などが発見された、ハイルブロンでの女性警官。2011年11月4日アイゼナ派で銀行強盗を起こして、キャンピングカーで逃げていたネオナチの男二人が、 警察の追及から逃れるために車に火を放って焼身実殺した。焼けた車の捜索に当たっていた警察が車内から拳銃を発見し、これがハイルブロンで撃たれた警官のものと一致した。この男性二人は後に自首した女性一人とともにスビッカウを拠点に国家社会主義地下組織という極右テロ組織を作っており、ハイルブロンで 警官殺害事件を起こす前の2000年から2006年にかけてドイツ各地でドネルケバブ屋やインターネットカフェなどを経営するトルコ人移民やギリシャ人移民合わせて9人を殺し2004年にはケルンのトルコ人街で爆弾テロを起こして22人を負傷させていたことが後に判明した。ネオナチが移民排斥のための連続テロを行ったことが判明したのは 初めてのことであり、この事件はドイツを震撼させた。ありがとうございます。